世界情勢が不安定な中、満開の花で愛と平和を祈ります。高松市のカフェでおよそ25万本の芝桜が見ごろを迎え、訪れた人の目を楽しませています。色とりどりの花をつけた芝桜です。高松市西上田町にあるカフェジャルダンのオーナー夫婦が25年ほど前に植え始め、今では25万株が咲き誇る名所となりました。今年は3月半ばから咲き始め、今満開となっています。こんな綺麗な鮮やかなのがあるんやなと思って来てよかったなって。この鮮やかなピンク色と上から見れるところもすごく綺麗かったです。健康長寿の鶴と亀にオリンピックのマークをデザインした今年のガーデンアートのテーマは愛と平和。飛行機からも見ることができるという花で描かれた文字とともに人々の幸せを願います。今年ね、どんぴしゃりじゃないかなと思うようなのメッセージ会社に本当に届いてほしい。愛と平和を願って咲き誇る芝桜は今月いっぱい見ごろが続くということです。